ディカーソンはアメリカ海軍の駆逐艦、ウィックス級駆逐艦の一隻。艦名は1834年から1838年までアンドリュー・ジャクソン、マーティン・バンビューレン領大統領の下で第10代のアメリカ合衆国海軍長官を務めたマーロン・ディカーソンにちなむ。ディカーソンはニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で1918年5月25日に、 飛行し、1919年3月12日に JS リカーソン夫人によって、浸水、艦長 FV マクネア中佐の指揮下1919 19年9月3日に収益する。巡航後、リカーソンは、東海岸とカリブ海を中心に行動し、艦隊に加わって、バルボア、カヤオ及びバルパライソといった南アメリカの諸港を訪問したこともあった。 1921年には、ハンプトン・ローズにおいて、他の大西洋艦隊の諸艦艇と共に、ウォレン・ハーディング大統領の巡視を受けた。1921年11月に、ブルックリン海軍交渉に入居後、そのまま1922年6月25日に退役した。8年後の1930年5月1日、リカーソンは、現役に服する。 再び東海岸とカリブ海での魚雷発射などの演習に参加し、1932年と1933年から1934年の期間は西海岸での演習に参加するため、パナマ運河を往復した。西海岸での演習に参加後は東に戻り、1934年5月31日に、 ブルックリ王旗で行われたフランクリン・ルーズベルト大統領による巡視を受けた後、8月からはノーフォーク海軍造船所でオーバーホールに入った。オーバーホール後は第19予備軍に編入。1935年には訓練飛行隊付属となり、練習官として海軍予備役兵の訓練に供され、チャールストンとフロリダ、カリブ海との間を往復した。 1938年、リカーソンは、大西洋艦隊が移住駆逐部隊に配属され、ノーホークから出港して、完熟訓練を行う新英空母ヨクタウンの支援を務め、1939年春には、ハリブ海において、艦隊とともに上陸演習に参加した。ヨーロッパ情勢の緊迫化とともに、ポルトガルのリスボンを拠点とする第40戦隊が1939年夏に、 編成され、ディカーソンも船隊に加わるためノーフォークを出港。スペイン諸港を回って、カサブランカから脱出してきた難民の支援や、国務省のための特別任務に従事した。任務を終えた後、1940年7月25日にノーフォークに帰島した。本国に戻ったディカーソンは1940年10月まで、フロリダ州キーウェストとコネチカット州、ニューロンドンで、 第2潜水船体の支援にあたり、以降は第2次世界大戦勃発に伴う中立パトロールのためカリブ海に出動し、1941年10月までその任務にあたった。その間の9月には、小船リビーメインの生存者6名を救助し、新珠湾攻撃によるアメリカの大戦参戦後の1941年12月から1942年1月には、 ニューファンドランドとアルゼンチア海軍基地を拠点にアイスランド行の輸送船団の護衛に任じる。1942年3月19日、リカーソンは船団護衛中に不運のトラブルに巻き込まれる。前日の3月18日にリカーソンは U ボートによって撃沈されたタンカーの乗組員を救助してノーホークに向かったが3月19日に バージニア岬沖に至ったところで、味方の輸送船リベレーターがディカーソンを敵と勘違いして誤射し、ディカーソンは、砲弾の命中で、艦長、JK レーボルド少佐を含む3名が死亡、6名が負傷してディカーソンは修理のため、ノンフォークに急行した。損傷復旧後は8月までノンフォークとキーウェスト、8月から10月にはキーウェストとニューヨーク。 10月から1943年1月まではニューヨークとキューバの間において戦艦護衛に当たった。1943年の上半期、リカーソンはカリブ海とジブラルタル及びアルジェの間でタンカー戦団の護衛を行う。その後は護衛空母カードを機関とする対戦相当部隊に加わり、7月17日から8月13日の 間は北アイルランドのロンドンデリーにて、イギリス艦隊との合同演習に参加。演習終了後は高速輸送艦への改装を行うためチャールストンに開港され、8月21日に、春ナンバーが APD-21 に変更された。1943年11月1日、改装を終えたディガーソンは、ノーフォークを出港し、太平洋に向かう。 エスピリトサント島を拠点に輸送と護衛に従事した後、1944年1月30日に、浮島の北西方の海域に位置するグリーン諸島に対する作戦に参加する。ディカーソンは、他の艦艇と共に、ベララベラ島の白地を出撃し、翌1月31日朝に、アメリカ軍とニュージーランド軍からの4個中隊からなる部隊を諸島の中核である。 日産島に上陸させたものの、残存日本軍部隊との交戦や日本機の機銃装射によって、一旦退却を余儀なくされた。前哨戦の後、日本軍の様子を知ることができた。連合軍側は2月15日から20日にかけて再度、グリーン諸島に退去として押し寄せ、リカーソンも再び上陸作戦に加わって、陸上部隊を上陸させた。 3月20日には、エミラウ島の占領作戦に参加したが、こちらは老せず確保することができた。1944年4月には、ニューギニアの戦いに派生参じるためミルン湾に到着し、以降の2ヶ月間は、ダグラス・マッカーサー陸軍大将を率いる南西太平洋軍と共にあった。リカーソン・ワセレオ島とアイタペの攻略に参加。その後は、 新珠湾に下がって、修理を受けた後ロイコールナムル島に進出し、高速輸送艦電灯ともに、水中爆破班をサイパン島とグアムに輸送した。サイパン、グアム両船駅で補給と完成、火力支援の確認部を7月末まで行った後、ディカーソンは、西海岸へ向かって、オーバーホールに入った。オーバーホールを終えたディカーソンは1944年11月に、 アイタペに到着し、ニューギニア方面で護衛任務を行った後水中爆破班を乗せ、ルソン島の戦いに加わる。12月27日に拠点を出撃して1945年1月9日にリンガエンワンに至り、水中爆破班の行動を支援した。1月末にウルシー干渉に開港された後、2月19日からの硫黄島の戦いにも、 広報支援任務担当として参加した。洋島を確保したアメリカ軍の次の目標は沖縄であったが、本作戦の前にケラマ諸島を確保して前進基地とすることを画策した。リカーソンは、レーテ島に58名の捕虜を輸送した後、第77不評師団の一部を乗せた戦車揚陸艦と中型揚陸艦の集団を引き連れてケラマに向かい、三月十四日に、 ケイセ島を占領。ケイセ島はロングトム m 5 9 1 5 5トルカノン砲が配備されて重砲の島となった。4月2日、遊国、リカーソンは洋上で紹介中に神風の攻撃を受けた。一機の総発の日本機が機銃装車を行うような体制で突入してきたが、一旦リカーソンの上空を通過した後、 攻撃輸送艦ヘンリコに爆弾を命中させた。その創発機は爆弾を投下した後もそのまま去らず、再びリカーソンめがけて突入。機体は煙突をかすめて、環境機部に命中して、マストを押し倒した。これとあまり時を拡大ない時に、別の日本機がリカーソンに対して爆弾を投下し、爆弾は選手楼に命中して一番砲を吹き飛ばした。 神風と爆弾の命中により、艦長ラルフエイチラウンズベリ詳細科艦の幹部は、ことごとく戦死し、艦は中央部から火災を発して、環境を取り巻き、前方と後方は火災によって遮断された。ディカーソンは10ノットの速力を維持していたが、間もなく全部弾薬庫が誘爆を起こし、生き残ったディカーソンの乗組員は艦を放棄しなければ、ならないことを悟った。ディカーソンは、 ラウンズベリー艦長を含む54名が戦死し、残る乗組員は、両艦番地とハーバートに救助された。リカーソンは、沈下には成功したものの被害人材につき、助籍の後に、ケラマに栄光され、4月4日に、怪物処分された。リカーソンは、第二次世界大戦の功績で、6個の従軍聖賞を受賞した。リカーソンを損傷させたリベレーターは、 その日のうちに U ボートに撃沈された。オーナーした P13 では、輸送先はグアムとなっている。また、捕虜の中には、東京帝国大学卒業生が含まれており、その人物は戦争後に、東京のある新聞の編集人権発行者となったと、ある。ありがとうございます。